金属錠を作ります。金属は錫を用いるので錫錠ですね。電気分解によって錫錠を形成させるというやり方です。酸化グラスに純水が入ってます。ここに塩化錫を溶解させます。そうすると一部は水酸化物ができるので水溶液がちょっと白っぽく濁りますね。まず完全に溶解させて、ここに濃塩酸を入れて、そして化学変化を移動させてですね、水酸化物は消えましたね。一旦この状態にします。この後このシャーレの中で電気分解をするんですけど、このステンレスのクリップですね、クリップをシャーレの、こちらはもうできてるんですけど、シャーレの両端に固定します。これ電極になるわけですね。たまに不安定でパチッてこう外れちゃう時があるので、一応安全策でテープで留めておくことにします。ね、とここに今作った錫液ですね、塩化錫の水溶液をクリップが浸かるところまで入れます。ですね、であとは、電池をつなげて、で電気を流して電気分解スタートということになります。金属樹ができる速度は結構思ったより速いですね。これでつないでいます、はい、すごいスピードで伸びてきました。もうこちら陽極の方にもうたどり着いちゃいましたね。陽極の方がこうやって白く濁ってますけど、陰極の方ですね、電子が供給される方に錫のイオンがものすごいスピードでこう引き寄せられて、錫が析出して比較的大きな結晶ができるというものです。